全身アースカラーでシーバスフィッシングです。見えづらくてすいません。雨降りも嫌なんですけどね。ここまで晴れてもなかなか魚の食いは浅いです。追ってきて反転とかですね、ショートバイトでバラしとか、そういうのはまだいいんですけども、最終的には竿を追ってしまったりとかして、なんとも微妙な兆候となってしまいました。よかったら見てってください。ここで食った、取ってる、これ全然気抜いてたわ。うわ、すげえ引く。あー、バレた。浅いとこでなんかやってるけど、ボラかな。あれば追わないもんね。すっげえな、軽くアメリカンな感じしない、こういうの。ものすごい大木ですよあれ。そこすいちゃう、浅い。 1.6m。あー、ここブレイクですね。ディスユニットだからここがブレイクだ。ハテイはダメかな。どれがいいか。これはクロームで行こう。ロングへ。ちゃんとプロロング AD14A。 危ね、クローム、シルバー系の色です。風は心地いいぐらいなんでいいですけど、ランチングの時怖いんだよな。今日も濁ってますな。噂のクリーク、水深 2.8m、 ぼーっと下でね。こっちはまだなんかあると思いますけど、魚ついてるかな。一等ベストで決める場所を流そう。多分ほとんどあそこで今日の魚は決まるんじゃないかな。この辺からチャンスはあるけどね。すごくしないとちょっと今日は食わんかもしれないね。意外と流れてんだ。ここで食わんときないかも。あー、なんかいますね。シーバーか。よいしょ。ほら。行かないでください。うわやばいやばいやばい、これはやばい。あー、これが釣れてるかな。
ロッドではダメなんですよ。いけるかな。スーパー元気ですか。よかったね。おい。でかい。今日ゆっくりしてらんないんじゃない。やりました。ハーモニカ具合ですね。どんだけ、うわ、ハシレピンです。綺麗です。いいっすね。どんぐらいまで来れば写真撮れるかな、撮れるかなと思うけど、ちょっとね、やけどさせたくないから、今日多分リリースなん、多分てかリリースなんで、ネットから下ろさずに撮りましょう。かかってる。いやー、うん、ありがとう。おお、びっくりした。バイバイ。うわー、いたー。うわー。なんつうんだろうね、これ。ミドストじゃなくて名前忘れて、それを思い出すのに必死だったら、すごい食ってきてる。いるのはいるんだよね、魚。バインドか、バインド言ってましたね確か。スーパーショートバイトやったね。時間開けて入るか。複数いるはずなんだけどね。よいしょ。来たから、ああ、沖に行きましょう。
そんな大きくなくなって。かわいいサイズ。でもよく引きますね。ああ、がっつり食ってるよ。ワインドフィッシュです。ワインド、バレそうだな。水揚げしましたよ。なんとか水揚げてます。いいじゃん。やばいじゃん。やばいじゃん。今日は力不全定なので。リリースしましょう。よいしょ。ネットでやった方がいいのかな。大丈夫かな。バイバイ。よーし。いいね。